回ってますか？カメラ回ってますか？回ってます。はぁ、まあ、2人とも本当に段取り悪いで、ほんとこら。あーこら、カメラの前で俺いつも怒っちゃうけど、こら、この野郎。運転は荒いし、お前メガネ用意してないし、お前ら、ほんと。大事に山田が来た。すいませんでした。大事に山田が来たよ。買い物です。知ってるよ。いや、買い物だろ、お前ら。買い物来るのに準備もしてないの？運転は荒いしな、ほんと。すいません。あら、毎日チク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 怒るよ。はい。確実に神社でしょ。で、一人はカメラ持ってるでしょ。そうですね。まあ、とりあえず行こう。あ、ちょっと視聴者の皆さんに説明しなかったわ。今日の動画ですね、はい、この2人が、まあ、元 YouTube アシスタント、現在のアシスタント、2人とも使えねえ、そういう動画でございます。使えねえっていう動画でございます。お前最近ジムに行ったもんね。なんか伸び伸びしようらしい。そうじゃないもんね。そんなことはない。伸び伸びはしてないです。何、社長と社長のことが忘れられない？多分一生忘れられないですよ。一生忘れられない。どういう意味だそれ。悪口に聞こえるの？俺だけ？いや、存在感が。視聴者皆さん、ちょっとまくらないことでちょっと話ちょっとあれですけど、何をって言ったら、あのね、ちょっと緊急でちょっと依頼があって、フィリピンであの会社をやってるんですよ。これからさ、そういう実習生とかそういうなんか特定技能ビジネスみたいなのも今動いてんだけど、まあ、その中で向こうでやっぱ建設業をやることで、まあ、向こうから良い人材を取れるとか、いろんな確保にもなるから、まあ、社長を立ててんだな。その社長さんはもう20年30年フィリピンで会社を経営しとった人が、まあ、たまたま今回会社を売って、まあ、うちの社長やってくれるってなって動いてんだ。でその人からまあ連絡あって、フィリピンってあのクリスチャンだから、クリスマスだから盛大なの。やっぱ貧乏な人と格差がすごいってことで、クリスマスに市長とかがみんな国民に全部配るらしいよ、なんか食べ物とか。その食べ物を、日本の料理っていうのがすごい人気だから送ってくれっていうことで、山中スーパーに来てるわけ。たった会社から5分10分の距離に、俺に3回も4回も来られてるわけ。運転がクワーくびれてるんで、でお前なんかそんな運転したらって、だけど急に赤になったんで、言ったよな、謝る前に。何て言ったじゃん。いや、信号の調整。赤だもんね、止まったの分かってるよ、こっちだって子供じゃないんだから。赤になる前に黄色になるでしょうか、信号は。何です。そうでしょうか、青から赤にすぐ変わったらお前危ないって言ってなるけど、お前黄色になってから赤に変わるでしょうか、あんた。ちょっと上がっちゃって喋りすぎか、車の中で。まあ、信号が展開があ、いや、突然すぎる。飽きるのがなんかすって、僕がそれが俺の時間だよ。フィリピンでは何がいいとか言った？なんか調べたら、うん、の味付け海苔とか人気なの？もう人気って。お腹膨れんの？なんかおやつ感覚で食べるらしいですね。そう、まあ、カップラーメンこれ300個入んないじゃん。箱でないですかね。そうだ。はい。まあ二十個ぐらいしかないじゃん。300個じゃ足りないでしょ。300個。300個以上。5万円ぐらいでしょ。500個とか。500個。すいません。カップヌードル、カップヌードル箱で買いたいんですけど、こういうの300個とか500個ぐらい買いたいんですけど、注文していただければ。お疲れ様です。この大量の箱は一体カップヌードル、おお。シーフードヌードル。これ何個入ってる？これが、はい、1個これ20食入り。あ、20食入った箱が50箱。はい、これをフィリピンに送ります。これなんでシーフードなんですか？なんかシーフードが人気らしいです、はい、フィリピンでは。カップヌードルのシーフードが
人気、はい、なんかネットでそう書いてましたフィリピンにいるその人もシーフードがいいらしいって、はい、あ口に合うんですね、多分ぽいですね。これを今から梱包するってことですか。はい、ビビの皆さん、ハッピーメリークリスマス。今からシーフードヌードル、はい、1000個送ります。クリスマスに届くようにお願いします。お願いします。ハハ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 いや、小物箱に移していきます。すいません、まさかでした。紙も持ってこいよ、紙、紙紙、こっち、ここで書けよ。緑両刃じゃねえか、お前ちょっと落としたりして、今手を入れてください。作っちゃって、殺したりっていうのが出たので、通常のその運営を